で、ヤクザやればわかるっつってんだろ。なあ。天皇と親戚って言ってただろ。なあ、そんな。言われて、言ってんじゃねえかよ。伝説してきたから、課長の目は。じゃあなんで俺がちょうどいいと、あの、一緒につるんでんの？ね、極真のなんで俺がVIP席にいんの？なあ。今その話してんだけど、世代交代の。お前らが知らねえだけだろ。なあ、お前言ってるしよ。お前ちょうどいいと世代交代してるよ、今。その話してるよ。わかんねえだろって。なあ。お前地位を受け継いだり、まあ、それ以上に伸ばすっていう話をしてんだよ、今。お前知らねえだろって言ってんだよ。なんで俺があそこにいんだよ、じゃあ、極真の。ねえ。お前みんな同情の人しかいねえのによ。それとパトロンのママたち。ねえ。なんで俺があの席に座ってんのか知らない、わかんねえだろって言うんだよ。な一緒にするんじゃねえよ、ほんとに。え？うちもね、文系だよ、まあ、うちの文系清田次郎とうちは逆れないから俺にだから意地悪ですね、自分で持ってる権利で。